担当親父始まるよ。はい、てなわけでですね、今日は公園で撮影しております。はい、で、紹介する自転車がこちら。はい、こちらディーパー DE14 という折りたたみ自転車です。どうですかね、ナウ一緒ね。はいはい、ではではですね、実際ですね、ちょっと細部まで撮っていきましょう。はい、まずこちらですね。はい、ベルね。でグリップはこの、ストレートの T 字のハンドルですね。はい、で一応ですねギアがですねこちら、はい、こんな感じで、はい、まあ1段階から、6段の、はい、6段ギアですね、はい、がついてます。でこうきまして、で電気がこれ普通の、こう倒してですね、まあ、走りながら、光るタイプですね、はい、になってます。ちょ正面から映しますかね。はい、はい、こんな感じですね。でこれ私はもうすでに LED に変えてしまったんですけど、まあ後ほどこちらもですね、交換の仕方なんかもちょっと動画、後で紹介していきたいと思いますので、はいはい、変えようと思っている方はちょっと見てみてください。で一応ねこのホイールですね、はい、タイヤのところがこのちょっとまた黄色くね縁取られてるっていうのがまたちょっとおしゃれじゃないかなと思いますね。はい、はいはい、こんな感じで、でこうねディーパーっていう感じで書いてあります。はいはい、あとはですねこのチェーンとこのカバーですね、これもこのなんていうんですかスケルトンみたいな形で、まあおしゃれじゃないかなと思いますね。あとなんかここにもなんかシール貼ってあってですね、はい、で椅子がこんな感じですね。まあまあ硬すぎず柔らかすぎずっていう感じですかね、座り心地はね。ただちょっと長時間座ってると若干ちょっと疲れやすいかもしれません。はい、でこちら折りたたみなので、ここで、こう外してですね、はい、実際に折りたためる感じになります。はい、で後ろもこんな感じという形ですね。はいはい、こんな感じです。はい、じゃあ実際ですねちょっと一走りしていきたいと思います。はい、てなわけでどうだったでしょうか。はい、ではですね実際にこの自転車を折りたたんでいきたいと思います。はい、まずですね、ここのこのレバーですね、これを、はい、こんな風に持ち上げて、でこれをこう横にですねずらし、でこの上にですねこう、はい、持ち上げるともうフックが外れるんで、はい、こんな感じですね。はい、もうこれだけです。はい、よいしょ。はいはい、こんな感じですかね、上から覗くとですね。まあ、やっぱこのカゴがですねあるんで、まあぺったんことはいかないですね。はい、こんな感じが限度かもしれないですね。じゃあこれをですねちょっと担当のこの後ろの席に、入れてみたいと思います。はい、よいしょ。はい、こんな感じで、よいしょ。はい、こんな感じで収まります。まあそんなにですね前も狭くすることなく、はい、
収められるんじゃないですかね。で、はい、こんな感じで、はい、問題なく、はい、閉まりました。まあ、ただですね、ちょっとまあ、デメリットというか悪い点とすれば、26インチなので、ちょっと女性の方にはですね、重いかもしれないですね、この車にですね、出し入れする際はですね、はい。まあ、男性の方でしたら問題ない重さだと思います。はい、はい、てなわけでですね、いかがだったでしょうか。はい、まあ、こちらですね、まあ、珍しい26インチの、まあ、折りたたみ自転車ということで、まあ、しかも、まあ、私的にはもうかなりデザインはいいんじゃないのかなという形です。はい、だいぶ気に入っております。はい、まあ、近所のね、自転車屋さんにですね、まあ、もし気に入ったデザインの自転車がなかった場合はですね、まあ、こちらの方ですね、説明欄の方にまた、リンクの方をちょっと貼っておきますんで、まあ、見てみてはいかがでしょうかね。はい、ただちょっとこちらですね、この白と黒のカラーがですね、大変ちょっと人気なのかわからないんですけど、在庫の方が、ちょっと品薄な状態ではありますので、まあ、ちょっとその辺ですね、まあ、注意していただければと思います。はい、まあ、他のですね、この逆のカラーですかね、ボディが黒で、こっちが白だったかな、はい、とかベージュとかはたくさんですね、はい、あったような気がします。はい、まあですね、まあ、中学生高校生の通学用ですとか、お父さんの通勤用、まあ、運動不足解消用とかですね、はい、そういった形でぜひぜひご検討してみてください。はい、てなわけで、26インチ折りたたみ自転車ディーパー DE14 のご紹介でした。では私は自転車で帰りたいと思います。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。